これは多くの方が誤解されていることなんですが、催眠という言葉がですね、眠りを催すという、漢字で、書かれているところから、その催眠をかけるにかかることで、そのまま眠ってしまうんではないか、催眠療法で不眠症を扱うときには催眠に入れることで、そのまま眠りに入っていくのではないかというふうに考えていらっしゃる方っていうのは多いんですね。ですがこれは、間違いです。催眠というのは、実はですね、全くこれは眠りとは関係ないんですね。つまり睡眠と催眠というのは、これは全く違う現象だということを、まずご理解いただくことが必要かと思います。催眠状態というのは、体はリラックスしているんですが、精神はですね、ある一つのことに極度に集中している状態だと考えてください。その集中というのが、普通の場合は、催眠療法士の声、そしてその言葉の内容に集中をしています。ですから暗示というものが入りやすくなるんですね。それだけその集中している状態ですから、実は、催眠状態に入っている時というのは、人の持っている五感ですね、五感というのは普段の起きている状態よりもですね、これ鋭くなるんですね。もちろん多くの場合、催眠療法では目は閉じてもらってますから、もちろん目を閉じた状態ですから、周りを見ることはできないんですが、例えば、聴覚ですね、あるいは嗅覚、そして味覚、触覚、こうした感覚というのは普段の状態よりも実は、感度が高まった状態になります。つまり、眠っている、睡眠をとっている状態とは180度、逆のですね、状態にあるのがこれ催眠状態なんですね。ですから催眠状態に入れたまま、睡眠に持っていくことはできませんし、催眠状態に深く入っている人をそのまま寝させることというのはこれは不可能なんですね。でよくですね、催眠状態に入れてこう、あなたは眠くなる、あなたは眠くなる、眠くなるというふうに言うんですけれども、あれは目をつぶってこう眠ったようにリラックスをしているだけであって、実は全く眠っていないんですね。もちろん催眠療法士は眠ってるとか眠ってとかそういう言葉を使うんですけれども、あれは眠ったようなふりをしてください、眠ったようにこう目を閉じてリラックスした状態にいてくださいということで、本当の意味での睡眠ではないんですね。それではじゃあ催眠療法でその不眠症ですね、この改善は可能なのかということなんですが、これは可能です。ですがこれやり方というのが、通常考えられているやり方とは違うやり方を取る必要があります。本当の催眠療法でその不眠症を扱うときには、まず一つのやり方として、どうしてその方が、不眠という症状を、持ってしまったのか、その原因をですね探るところから始める場合があります。これはですね、その不眠の状態が大変、深いというか深刻な場合は、必ずですねその原因を特定するということを行います。これ主に対抗催眠を使うんですが、何らかの理由でその不眠というものを引き起こしている、過去の出来事というものを探し出してその調整を行います。その後に、よく眠れるように暗示を入れていくんですが、その場合はですねどちらかといえば、眠る前に自分の気持ちを落ち着かせるために暗示を入れます。ただしここで重要なのは、そのまま眠るということはほとんどないということです。一回心を落ち着かせて催眠から覚醒した後に普段と同じように寝ていただく、そういうことによって初めて自然な睡眠状態へと入っていくことができるんですね。もちろんこれは、いろんな催眠療法士の方のやり方がありますので、私の今話していることがこれが、正しいであって、これが全てであると言わないのですが、催眠のメカニズムを、きちんと考えると、そのまま催眠状態から睡眠へと移行していくということは、これは理論上なかなか難しいことだと思うんですね。ですから、私が、不眠症の方、
を扱うときにはまず原因を特定してそれを取り除く、そしてその後体がリラックスする、心がリラックスするという、暗示を入れて、可能であれば自己催眠で、それを、その状態を作っていただく。そしてそこから一度覚醒していただいて、で自然な状態で睡眠を、眠っていただくと、睡眠に入っていただく、そういう形を取る場合がほとんどです。